エリカちゃんのインスタグラムのアカウントは WARRIOR スマイルエリカ、ウォリアースマイルエリカ。多分ね、皆さんね、原エリカちゃんで結構検索してると思いますが、それじゃ出てきません。結構名前だとやっぱ引っかかんないことがあって、インスタグラム出てくるときは出てくるんですけど、今ストーリーにアップして、ありがとうございます。こっからのなんか、ここもすごいね、やっぱ本当はちょっとこっちから今直してんですけど、なんでなんで、こっちから来るのちょっとなんか今の出ちゃう、こうおっぺしやすくなっちゃう感じがして。おっぺ、はい、おっぺって、はい、おっぺしみたいな。でもドローだと別にいいんじゃないですか。あんますごいドローを打ちたいわけじゃないんで。どっちかというとストレートにしたいなっていう、はい、去年まではずっとクロスからこう来ちゃってたんですけど、直してたらこうなってきちゃって、また今戻す、戻して、その間がいいっていう。でもちょっとしたことでやっぱ変わっていくんですか。少しそうですね、もう試合中はこっちはもう全く気にしないようにして、リズムとだからどんどん癖の方になってきちゃうっていうのは、あ、打ちやすい方にみたいな、うん、当たってました。ナイス、ナイスです。今までのベストスコアはいくつなんですか。65。その時はどんな感じだったんですか。なんか65は結構何回もドキドキして、それが切れないんですよね。あと1だね。全然切れない。プロのクラブセッティングを紹介したいと思います。はい、まず MP ドライバー、はい、はい、タイプ2。音がいいんですよね。いいですよね、包み込む感じ、はい、うん。これシャフトの硬さは何になるんですか。S のちょっと硬めの S。 硬めの S、はい、3番ウッドはお、あまり張ってる。そうなんですよ、3番ウッドはなんかちょっとバランスを変えるのに弾道をちょっと高めにするために。で、これが5番ウッド、はい、これまたここに今度鉛張ってるんですね。そうなんですよ、なんかここじゃないと当たんないんですよ。ここもなんかまたバランス調整、はい、これは S のちょっと柔らかめ、S の柔らかめ、はい、じゃあこっちの方がハードなんですね。ドライバーの方がハードですね、うん、振ってけって感じで。またまたこれ、あ、またこれ張り方がね、3つも違う。これじゃないといい弾道が、はい、生まれないんです。これは GX、 はい、 MCH、フジクラですか。フジクラですね。おお、アイアン紹介していきますね。見えちゃったんですけど、4番から入ってるんですか。そうなんですよ、アイアン得意なんですか。はい、めっちゃ好きなんですよ。本当はユーティリティじゃなくて2番アイアン入れてた時もあって、でも水野といえばアイアンじゃないですか、はい、イメージがもう結構昔から入れてる。そうですね、ずっと4番アイアンは入れてます。なんかスターって狙っていける感じがします。へえ、うん、で小ぶりですね、すごく。はい、あのヘッドもシャープで小ぶりです。無理に上げなくてもちゃんと球も上がってくれますし、スピンもちゃんと効いてくれる、はい、4、5、6、7、8、9、Pまで
全部一緒ですね。はい。NS プロ。NS プロ。はい。S です。はい。スチールシャフトです。1050のセンターカットって感じ。番手ずらしっていう感じ。だから重さ的には950に近いのかな。ちょっと重いかもしれないです。プロヘッドスピードはどれくらいあるんですか。45、6くらい。納得。男性並みのヘッドスピードがあるからこれが触れるんだなと思います。以上、プロのクラブセッティングでした。バイバイ、うん、今日は全身水野でコーディネートしてもらいました。素敵です。これスカートに見えますよね。見えます。違います。後ろから練習してたんでそっか、後ろからバレてたなんとボールも水野で、バイザーも水野です。靴も、うん、水野です。なんかこうブルーが結構水野のイメージはあるなって。ありますね。ありますよね、水色とか、うんうん、なんですごい爽やかな夏っぽいコーディネートです。ブルーの靴ですもんね、うん、水野。そうですね。すごいね、歩きやすいです。クッションもいっぱい入ってて、こっち可愛い可愛いですですね、はい、はい、じゃあ打っていきましょうはい、ここ結構戦略大事な、ね、ここすごい難しいホールですよね。だから距離出せる方は私は左をおすすめしたいです。ちょっとじゃあ左行ってみます。左行ってみますか。まっすぐ行っちゃった。問題ないんじゃないですか、セカンド。全くしょうがない、しょうがない次のですね。今出ましたね、あの手が外れるやつ、はい、あれはなんで出るんですか。なんかこうどっちかに行きそうみたいなのあるんですか、振った時に引っ掛けそうとか。今のは結構プッシュしちゃったんで、ここで返そうみたいな感じで。あ軌道修正がすごいね。私は、ま、右の方がいいんですかね。右のがいい。右からこういく感じ。はい、はい、あ、いいですね。うん、まあ、すごいな。普段勝負の色じゃないけど、何色のウェアが自分はこの好きとかありますか。紺。紺。おお。紺ですね。なんで？わかんない。なんかシンプルな方が冷静を保っていられるからかな。赤着るとなんか全然ダメなんですよ。本当に見事にダメなんですよ。見事にダメ。見事になんかその色に引っ張れるじゃないけど。紺。紺ですね。え、でも今日ピンクじゃないですか。今日ピンク。ピンクはある。ピンクは分かんないです。なんか微妙。微妙。去年は絶対着なかったです。シックな方が割といいです。いいんだ。私は割と青が好きだから、今日の水野の色は割と好きなタイプの。めっちゃお似合いです。ありがとうございます。これ花粉。花粉？はい。芝花粉。芝花粉です。これかなりきついよ。いっぱいいっぱい。うん、でもラッキー。ある意味、ある意味抜けてラッキーです。今日はラフが伸びまくってますね。芝に花が咲いてるぐらい全然いいとこです。よかったですね。めっちゃ狭いですこれももう別に気になんない。でも当たるじゃないの。いや、全然気になんない。全然打ち出しに。落ちどころ分かんなかったけど。ですね。いや、構えてから打つの早いんだよ。
うまい。でかい。止まってたらちょうどいいけど、ちょっと止まってる音じゃなかったな。パコって、パコって。初めて S がちゃんと掴めた気がした。クラブ、ドンって落とした方がいいみたい。お、止まってた。超えるのにで170あれば超えます。今回ミズノのクラブをラウンドで使わせてもらってるんですけれども、セッティングを紹介します。下から SG、 初めて見た G、 A みたいな感じですね。 P と S の間、 SGPQ876 でユーティリティですね。ユーティリティがあって523で、7番ウッド、5番ウッド、3番ウッド、ドライバーで、パター MP、こっちは MP で、こっちが GX です。ヘッドスピードがあんまり速くない方向け、まあ、割とこう優しめのクラブになってます。ちょっとね、もうちょっと後半打てるようにちょっと練習してきたんですけど、思いのほか自分が先に手がバーンと落ちちゃうんで、もうちょっと溜めれるように頑張りたいと思います。ここ結構難しいですね、来てみると、うん、そこにバンカーがあったり、見えないところにバンカーがあったりするね。これは何を気をつけて打つんですか？前下がりで結構すごいパッポーンと上がっちゃうラフだと思うんで、うんうん、グリーンも止まりづらい、上げちゃいます、そのまんま。おう、パッコンって上げちゃう、はい、その性質を利用して、はい、パッコンって上げちゃう。おお、フライヤーっぽくなった？止まれ！思ってるカチカチだった。カチカチだった？うん、弾かれた感じですか今？そうですね。うん、打ってみないとわからないこの状況。ねえ、確かにでもラフすごい深いし、うん、ふわっとくんのかなと思ったら思ったよりカチカチ。うん、カチカチですね。カチカチでした。うん、伸びたらやばいと思う。やばい、うん、私じゃ打てない。これはダメ。奥絶対つけちゃダメです、このグリーン。ですね、これ2パットかなり脅威的な。つらい、これはむずい。いや、どうだろう、わかんない。うまい、うん、持ってて、うん、私たち持ってるしないですね、それ。いいかも、これ。よい、伸びろ、伸びろー。あー、押してる。押してるよ。押しちゃった。押しちゃう。
ナイスパー。ありがとうございます。切れる。皆さんご視聴いただきありがとうございました。水のオープンが5月24日から27日までザ・ロイヤルゴルフクラブで開催されます。前売り券の入手方法は概要欄とコメント欄から皆さんチェックしてください。私も当日応援に行きます。皆さん YouTube のチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではバイバーイ。